皆さんごきげんよう、大和優雅です。今日は宝塚歌劇団空組の組長ことぶきつかささんが卒業するというニュースが飛び込んできて、私結構ガガーンと、思っておりました。スシーさんは私が、トップを務めてた時に組長さんになったんですよね。で、それから15年間ですよ。15年間、ずっと、まあ、空組生を見守って組長としてやってこられたということで、いやー、15年間って長い年月組長でいるって、いやすごいなって。トップっていうのもやっぱりすごく責任と組を背負ってるって意識があるけど、組長っていうのもやっぱりね、組子に何かあっちゃいけないし、すごくいろんなものを背負って、15年間過ごしてきたんじゃないかなと思います。で、いつも空組を見に行くとスッシーさんがね、組長で出てらっしゃるので、なんかすっごい安心感があって、まあ、どんどんね、下級生も出てきて、で、同期も辞めていくし、知ってる子が少なくなっていく中で、ずっと空組はスッシーさんが上にいてくれるので、見に行くと安心感があって、なんかこう、自然と笑顔が出てきてしまう。まあ、そんな風に空組見てたんですけれども。いや、なんかついにスッシーさん辞めちゃうのかって、結構ショックですね。うん、私が対談するときも、対談の千秋楽の日って、まあセレモニーがあって、で、組長さんが一人ずつ辞める子の名前を呼んでね、その子のメッセージとか経歴とかそういうのを読み上げてくれるんだけど、私のときもスッシーさんが読み上げてくれて、それがすごく印象的に残っているので、今度はそのスッシーさんが、ご卒業か、と思うと、逆に私、なんか、もうすぐにでも飛んでいきたい。そんな気持ちでおります。いや、本当にお疲れ様でした。実は私、スッシーさんが組長さんになる前からご縁がありまして、私が宝塚音楽学校生の本科生だった頃に、実は、思い出があります。それは何かと言いますと、宝塚音楽学校の本科生で、卒業試験があったんですけれども、その当日に阪神淡路大震災が起こりました。で、試験は、まあ、延期になってしまったんですけれども、その時に、まあ、同期とこれからどう過ごしたらいいんだろうって話してて、もう東京に帰った方がいいのか、まあ、私実家が東京なんで東京に帰ろうかどうしようかって思ってる時に、ちょうどスッシーさん姉妹がこのスミレ寮の、学校生のところ通りがかったんですよね。で、スッシーさんは妹さん、こたつさん、たつつかささんと一緒に、まあ、これから東京に帰るとおっしゃってて、で、どうやらひばりが丘花屋敷という駅からは阪急電車が動いてるらしい。だから私たちはそこまで歩くんだとおっしゃってて。で、私も同期と一緒にそのスッシーさんたちにひっついてご一緒させていただいて、ひばりが丘花屋敷まで歩くことにしたんですよ。で、いや、一緒に行こうって言ってくださって、ものすごい心強くって。で、もう本当に震災が起きて地面が割れてて、で、建物も倒壊してて、ガスの匂いが臭くって、でも本当にひどい中を、スッシーさん先頭に、何人か同期と、一緒にひばりが丘花屋敷の駅まで歩いたんですよね。で、あの時スッシーさん
いなかったら私たち多分歩いて駅まで行けなかったと思うんですよね。だから本当に心強い先輩で、本当になんか助かりました。で、優しくって、で、あと寿司さんって空組になる前、まだ宝塚歌劇団が4組だった頃は雪組にいらしたんですよね。で、ものすごいダンサーで、今でも覚えてます、テイクオフっていうショーがあったんですけれども、そこで若手のダンサーだけがガンガンに踊る場面があって、その当時とても珍しい、まあ、巷では流行ってたヒップホップを取り入れたダンスだったんですけど、宝塚はね結構伝統的なダンスが多かったんでヒップホップ系なかったんですけど、スッシーさんがめちゃめちゃかっこよく踊ってて、で同期ともうそれがもう大好きで、その場面を見るために、あの宝塚大劇場にこう通ったというか、何度か見に行ったことがありました。で、後ろの方からね、かっこいいよなあのダンスって言いながら、スッシーさん見てたっていう思い出があります。これスッシーさんに行ったことないんでご本人知らないと思うんですけれども、本当にね、あのかっこよかったなあのダンス、で、あの空組が誕生してからスッシーさん空組に、移られて、で、私もあの月組から空組に移動してからは、まあ、ずーっとね一緒に舞台やってました。いろんな役でご一緒して、で、最後私がトップの時にスッシーさんが組長さんになったんですね。そう、パラダイスプリンスとかあの辺で、なんかスッシーさんはいつも朗らかで明るくって、なんかこう、なんて言うんでしょう、威圧感がなく、本当にあのフレンドリーにこう接してくださって、だからこそ空組が朗らかな組になったんじゃないかなって思います。今考えるとですね、実は私宝塚を卒業してからずっと宝塚の舞台を見てなかったんですね。で、ようやくあの再び見始めたのが空組20周年を迎えた、空組誕生20周年を迎えた時で、真風すずほちゃん、ゆりかちゃんがトップに就任した時から、また改めて見始めたんですよね。で、その時にすしさんが、あ、ゆうが見に来てくれてありがとうって言ってくれて、それがなんかすごく嬉しくって、で、まあ客席で私が見てるとすしさんがもうすごい満面の笑みでこっちを見てくれて、分かってるよって、来てくれてありがとうって言ってるような、そんな微笑みをこちらに向けてくれてて、めっちゃくちゃ嬉しくって、で、なんかね、私が現役の時からこうずっといてくれているすしさんが、まあ、組長としてずっと居続けてくれていることによって、なんか勝手にこう宝塚と空組とずっとつながっているっていう、そういう意識がありましたね。でもなんかすしさんと本当ご縁を感じます、その阪神淡路大震災の頃から。その阪神淡路大震災のこのいろいろなことに関しては別のね、YouTube の動画でアップしてますので、そちらの方も見ていただけたらなと思います。はい、とにかくことぶきつかささん、そしてまかぜすずほちゃんはじめ、空組のみんなが、何かこう6月の東京公演で、宝塚東京公演で
ご卒業されるということで、私もしっかり目に焼き付けてね、みんなを応援したいと思います。そして私にできることがあったらね、何でもね、やりたいなと思っています。そして、東京宝塚劇場の大千秋楽は、なんと、スシーさんの誕生日なんだそうじゃないですか。うわー、すごい。卒業と誕生日が一緒。おめでとうございますっていうね、感じですけれども。いやー、でも、やっぱり、私も振り返ってみると、この対談を発表してから、この卒業する最後の千秋楽の日までって、めちゃめちゃ幸せな日々なんですけど、めちゃめちゃ体力的には大変なんですよね。やることも多いし。なので、思う存分宝塚を楽しみながら、体もいたわって、無事に千秋楽まで走り抜けてもらえたらいいなと思っています。そして、スッシーさんは、ご自分のことだけじゃなくって、組子のこともずっとみんなのこともね、見なきゃいけないんで、うん。なんか、本当に体に気をつけて、私、めっちゃエールを送りたいと思います。今まで、本当に空組を見守ってくれてありがとうございました。そんな気持ちでいっぱいです。はい。空組最高！宝塚最高です。思いっきり応援します。お疲れ様でした。